おお、こんな感じなんだ。はい、こんにちは、スレドルトと申します。集まれ動物の森実況プレイ始めていきたいと思います。皆さん、おはようございます。ただいまのレトルトの時刻は2020年3月29日日曜日の午前10時4分です。ここのお知らせがさ、たぬきちがやってたのがしずえさんになりましたね。このなんか事務所感いいね。あそこになんかさ、ホワイトボードに磁石が貼ってあったり、カレンダーがあったり、コピー機があったり、このリアルさが任天堂のいいところです。本日レトルトに新しくキャンプサイトがオープンしました。これで新しい住民を迎え入れる、準備ができたかもしれない。自然の美しさと人の優しさの両方に触れられるキャンプサイトはレトルトにぴったりですよね。きっと多くのお客様が訪れると思いますので、住民の皆さんも積極的に触れ合いをお楽しみください。了解。おー、今回も記念のセレモニーが開催されますよと、時間と興味がある方は案内所でたぬきちさんにご依頼くださいね。おー、橋もオープンしたと思うんだよな。どうなんでしょうね。前回のね、動画の最後の方はね、ちょっと申し訳ないクソみたいな動画でしたけどもクソ動画と言っても過言ではない動画でしたけど、あ、つぶきちですね。さあ、まあ昨日はそこまでお金をね、儲けられなかったので、19,400 ベルぐらいが儲かったって感じだな。あと、ほら、ポスターが増えましたね。てっちゃんどうした？やったな。お前んちまた大きくなったじゃないか。くそー、正直羨ましいぞ。俺っちも部屋に筋トレマシン置きまくりたいぞ。よかったらこれもお前の部屋に置いてやってくれ。てっちゃん何くれたんだろう。ありがとうな。ハッピーホームアカデミー B ランク。1万点なんかいただけましたね。こんないくらあってもいいですからね。そして増築のお祝いに何かもらって、メープルちゃんのポスター、あ、ポケットいっぱい、そんなにいっぱいあったか。ちょっといただきましょう。プレゼントを開ける。もう全部昨日のやつじゃねえか。調味料入れくれたの。いや、なんかおしゃれだね。アカデミーのペナント。いや、冷蔵庫嬉しい。いや、なんかえらいおしゃれなやつくれるなぁ。お、ありがとうな、てっちゃん。お、今日もキヌヨさん来てる。連日来てくれたじゃないかな。シルクハットチャンスあるかもしんないですね。今、マイデザインのシルクハットつけてんだけど、ちょっとこれじゃ俺満足できてないので、なんか魔界の門みたいなあんだけど、何それ。人生ゲームもある。めっちゃ魔界の門みたいなあるんだけど、怖いの売ってんな。買い取ってと。大して売れねえんだろ。あ、今日株売ってんのか。はあ、株を買うっていうのもありですね。株を買って、どっかのタイミングで売るってのはあり。大して売れねえな。はい。じゃあ、とりあえずこれは欲しいな。トイナミラー。いや、魔界ミラーでしょ、これ。おもちゃとかじゃなくない？これ。で、これ。ボードゲーム。いいね。これは楽しいお家ができそうですね。いつか俺のね、今いる実況部屋も、なんか再現みたいなのもね、してみたいな、みたいな感じはあるんですけど、みたいな、あるんですけども。カタログ。おー、俺が持っているアイテムが、さらに増えたって感じかな。よし、ありがとうな。えい。じゃあ、どっかに、株売りバーの、娘みたいな人もいるかもしれないっていう感じか。どうしようかな。じゃあ、先に、この子行くか。あら、レトルトさん。お！常設？ちょうどええところのに。なんかちょっとごめん。今日はレトルトさんに相談事あるんですけど、少しお話しさせてもらっていいかしら。ちょっと待って。リッキー待って。語尾変えた？リッキー。ありがとうございます。ごめんって。相談っていうのはうちらが出そうと思ってるお店の場所のことなんです。おかげさまで、うちが行商に来るのを楽しみに待ってくれてるお客さんがだいぶ増えてきたんですよ。ちょっとリッキーさ、リッキー、あ、ごめん。なんかごめん。それでそろそろお客、本格的にお店を構えようかってお姉ちゃんとも話してたんです。あらー、あさみさんも来んのか。それで今日はとりあえず、たぬきちさんに相談してみようと思ってさっき会ってきたんですけど、なんでもたぬきち商店を作った時の資材が思ったより余っていて、場所さえ決まればすぐにでも工事に入れるとかで、俺に集めすぎさせてたんじゃん。お店の場所のことは島の代表のレトルトさんに相談したら、いい場所を見つけてくれるはず。
ってことだったので、ここで行商しながらレトルトさんが取り掛かるのを待たせてもらったんです。なんや、知らないところで話を進めてしまったみたいで申し訳ない気もするんですけど、いや全然いいから。たぬきちさんが信頼している人がお店の場所を決めてくれはるんやったら、うちもお姉ちゃんも安心ですし、レトルトさんさえ良ければうちの代わりにお店に良さそうな場所を見つけてきてもらえないでしょうか。やったぜー、シルクハットチャンスがこれ毎日来るわけだな。仕立て屋の工事看板、ありがとう。今日は売ってんの？今日は売ってんすか？あ、よし、今日売ってんだな。三角巾、ジャージ、ノーカラーシャツ。あー、悔しいな。オールインワン、オールインワンいただきましょう。くそー、シルクハットなかなか来ないね。買います。あ、オリマもいいです。まあでも明日からは毎日ね、見れる。明日、明後日からかな、まあ、毎日見れると考えればまあいいかもしれないな。まあここの近くにできれば建てたいよね。きのこさん、横かな、ここの横かな。お金のなる木あるけど、やっぱ近場に固めたいですよね。リッキーどこ行ったんだろう。はい、リッキーいなくなっちまったな。じゃあ、あ、でも別にもうあれか、木は切らなくても大丈夫なんだった。そんな大きな、うん、そんな大きくないね。想像、イマジネーション。あ、めっちゃいいじゃん。うん、オッケー。金のなる木の横に立ってる、わかりやすいし。えーい、仕立て屋さんの場所を決めた。おしゃれの波が来る予感。はい、今日はいつにも増して舌が回りませんが、さあどうしよう。決めたよ。はい、お店が完成したらうちやお姉ちゃんともどもよろしくお願いします。明日来るかもしんないな、この感じだと。今日建てて橋も完成してるやん。わー、これ楽になるぞ、嬉しい。今日も橋建ててもいいなと思うな。部屋の増築よりも橋建てることの方がもしかしたら大事かもしれん。はいはい、お二人さん、どうもどうも。レトルトさん、お部屋ちゃんと増えてたでしょ。これでまたワンランク上の暮らしが手に入っちゃったね。ということで、いや今回あんまり返す気ないわ。悪い、俺返さねえ。ドーン。あ、お支払いは今回もタヌポートの ATM からお願いするだな。もん、はい。お、何ですかそれ。ここまでお家を大きくしてくれたレトルトさんには今後、リフォームのサービスも提供するだのも。サービスって言ったぞ。お金がかかるのはサービスじゃないからな。リフォームっていうのは増築とは違って、お家のエクステリア、つまり外観のデザインを変えるサービスなんだもん。あら。変えられる場所はお家の大きさによって異なるんだけど、リフォームはお家のローに関係なく前払いで OK できるか。サービス、ノットサービス、それ。はい、じゃあとりあえず何をすればいい、聞いてみるか。はい、あ、キャンプサイトね。問い合わせや申し込みの連絡も早速来てるから、近いうちに実際にお客さんも来てくれるはずなんだもん。お客さんが来てくれる日にはキャンプサイトにテントが張られてるから、レトルトさんも気にしといてね。今日来てるかな。とにかく今日のところはキャンプサイトの営業、あ、今日はないんだ。じゃあ明日以降誰か来るかもしれない。キャンプに来たお客さんにこの島の魅力が 200% 伝わるように、それまでの間草むしりとか花や家具を飾り付けたりして島の景観を整えてくれると嬉しいだもん。お前は何をするんだ。俺にやらせてるけど、今日はダメってことかな。じゃあセレモニーしますか。キャンプサイト見たいしね。うん、たぬきち、もうたぬきショート。おお、橋もあるんだ。溜まってってるね。じゃあ、キャンプサイトがどうなったか。浜辺に作ったね、みなみちゃんに。一人怪しい男いるけど。それでは、ただいまよりキャンプサイトの完成セレモニーを取り行います。おお、リッキーなんか用事あったんじゃないの？ありがとうだなも。皆さん、まあみんな頑張ってくれてはいる。キャンプサイトができたことによって、レトルトは世間からより注目されることになると思うだもん。お客さんと仲良くなれば、意地を考えてくれることもあるだろうし、島が賑やかになること間違いなしだなもん。
みんなもキャンプサイトに足を運んでお客さんとどんどん交流してほしいだな。もうパチ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 、あ、それそれ、いきます、あっぱれ、はい、イエーイ、ここの拍手が温かいもの。うん、はぁ、さ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 ぁ、ありがとうございます。皆さん、さぁ、さぁ、ありがとうございます。ね、リゾートさんのとこだけは適当なんです、たぬきち。よぉ、あ、ボタン間違えたな。ボタン間違えました。ありがとう。いやでも、また一歩、また一歩。動画を上げるたびに、レトルトが発展していくってのは嬉しいね、本当に。明日はね、エイブルシスターズ。この、あさみさんときにおさんのお店の、セレモニーもあるでしょ。あ、みんな聞こえますか？この村メロ変えたんですよ。おはよう、いい朝だね、暑いわ。話に来たよ。今朝気づいたんだけど、ハンガーを家の前、よく忘れるな。ハンガーなんか家の前にないけど。どこにあんの？ハンガー。いや、ないよね。家の前。ひのこさんちここだよな。あ、もしかして埋まってるとか？ある？それ。いや、ダメだな。え、埋まってる？そんなことあるかな。ここは掘れないんだよな、家の前すぎて。いや、そんなことないよな。どこ、置き忘れたって言ってたけどね。ただの嫌がらせになっちゃうよ、これ。ただ嫌がらせした人になっちゃうじゃん、俺。あ、聞いといてください、村メロ。ほら、粉雪ねえにしました。おーす、元気がジョリ。次話。体を動かしていい汗をかいた後にちゃんと着替えるんだぞ。体を冷やした意味ないからな。俺も、1週間、2週間でなんか10キロ痩せるダンスみたいなことをして、汗だくになって、あんまり着替えてなかったら風邪ひきました。よくないんだね、汗。逆に健康になろうとして風邪ひくってよくないね。さて、じゃどうしようかな。また橋を、立てるっていうのもありだなと思うんだよ。この、上側に、行きたいみたいな思いもあるので、ちょっとそれも、一応なんて言うんだろう、望むだけ望んでみようか。うん、坂もいいな。でも、いやでも坂より橋だよね。早く来て。どうしたんだろう、気になる方がいいのかな、しずえさん。インフラ、もしかしたらね、みんなも募金して協力してくれるかもしれんからな。はい、橋ですね。まだお金そんなにまだないからね。さっきがこの橋立てたね。高えなー。まだまだお金ないんだよな。石の橋、はい、お願いします。はい、ありがとう。まあ、これでもお金支払い終わらなかったらね、次の日には結局立たないので。まあでも結局ね、いろんな時短になってね、お金が回り回って手に入る可能性もあるから、ショッピング。スペシャル商品。あ、かわいい。かわいい。かわいい。このおっさんめちゃくちゃ欲しいな。10人ぐらい欲しいですね。ニンテンドーシャツ。スウェットパンツ。これ結構いいような気がするな。黒いね。オーダー。ケケライダー。これ持ってるかな？自分が持ってるかどうかもう覚えてないんだよな。じゃあ、今日もまたメイプルちゃんのね、ポスターを大量に買い込んどいて、メイプルちゃんのポスターを買い込んどいて、いつかね、利用する形で。ね、こうやって買い込んどいたらきっと、メイプルちゃんがね、キャンプサイトに来てくれることもあると思うんですよ。多分明日キャンプサイトに、誰かしらが多分やってくると思うんだけど、どうでしょうね、これ。とてもいい感じですね。うん。もう壁一面をね、このポスターで埋め尽くすのが俺の目標だね。完全に完全に変態だな、これ。やってるもんね、これ。完全にこの子らを連れ去ろうっていう意志があるもんね、これ。
はい。これをね、いつか完成させたいと思いますね、この部屋を。はい、カメラキャンペーンゲット。ここかな、ちょっとね、平らなとこがあんまなかったので、まあ、ここが繋がってたら結構、まあ、確かに便利だなとは思えるので、イマジネーション!ポワンポワンポワン。あ、ここいいね。はい、オッケー。ちょっと木が邪魔説あるけど。木なくなったな、ちっちゃな木。さあ、お金ね。いや、あるんだけどさ、今持ってんだけどさ、いや、ちょっとね、他にやりたいことあるんですよ。今日は日曜日なので、どっかに、株のね、女の子が、いると思うんだよ。株の女の子が多分いると思うので、ちょっと探したい。どこかにいるはず。くそー。橋はね、いっぱい必要だなー。こっちにも欲しいなっていう感じは確かにする。のぞめばいっぱいやりたいことあるね、本当に。とにかくそれをするためには、ひたすらカメムシ業者にまた戻るしかないね、俺は。リッキーなんか俺に用事あったんじゃないの?いや、なんか用事あったよね。今日もおい、お前デッシュやめろってお前注意してもらっただろ。注意し、あれ言ってないのかな、まだ。デッシュやめてくださいってね、しずえさんが言っておきますって。苦情が来てますって言ってたのにね。例えばリリー今日見てないな。あ、いる!右上にいるじゃない。初遭遇。さあ、リリーさん、DIY かな?あ、今日は何もしてない。あ、こんな音なんだ。こんな、雪って、三味線バージョンだったな。お話しよう。その服素敵だと思ったら、あー、それ前聞きましたよ。もう一回話そう。はい、話に来たよ。突然ですが、無人島に一冊だけ本を持っていけるとしたら、どのジャンルの本にしますか?ふわわ。心理テストかなぁ。あー、ビジネスなんかもう無人島にしてられないしね。ラブストーリーなんか見たら、恋しくなっちゃうから、少しでも、夢中になれて無人島にいるという、その、ね、悲惨な状況を、少しでもなんかちょっと忘れられるミステリーかな。あ、無人島が舞台になってるミステリーもありますよね。そういうわけじゃないけど。誰もいない島で起こる謎の事件とか、わー、臨場感がすごくてドキドキしまい、しちゃいます。わわわ、わわ。なるほど。ちょっと噛み合わなかったけど、やっぱ可愛いね。たまに歌ってるのが見たいですね、また。さ、カブバーガー。カブバーの孫みたいなのがいましたね。可愛い。あら、鼻水垂らしてますね。鼻声なのかな?こんにちは。オラの名前はウリー。バッチャーが育てた美味しい株の売り歩きを手伝ってんだ。人が住み始めたと聞きつけて、このレトル島にも来てみたんけど、バッチャーは生きてたんだね。これから毎週日曜日の午前中に株を売りに来るって決めたから、どうぞごひいきにしてくんろ。日曜日の朝はほぼ寝とる。ほとんどの人が寝とる。ところでお客さん、株の説明は聞きなさる。まあ聞かせてもらおう。まあシリーズやってるけどね、腐らすの怖いからね。バッチャが大事に育てた株はね、新鮮なうちに食べるのが一番うめえと決まってんだけど、食べるために買う人よりも、お金儲けのために買う人の方がずっと多くて、おら、びっくりしてるだに。びっくりしてるだに。もっと聞きなさる?聞かせて。豆切りさんたちのお店があるでしょう。あそこで株を買い取ってくんだけど、株の値段は日によって違うから、オラから買った値段より高い時に売ればその分儲かるし、逆に安い時に売ると損しちゃうってことになるんだに。かわいいなぁ。聞かせて。さて、ここからが一番大事なとこなんだけど、この株は一週間経つと腐ってダメになってしまうんだに。だから一週間のうちに売らなきゃいけないと。で、あーまだ安いなーとか、100円で多分買えるんだけど、120円か、まだ上がるかもとか、そういうのしてると、ゼロ株、ゼロ円になっちゃうってことだな。俺は毎週日曜日に株売りに来るから、遅くても土曜日のうちに売らないと、すっかり腐ってしまって大損ぶっこくから、くれぐれも気をつけてくるの。長くなったんけど、株の説明はこれでおしまいだに。ほんで今日は1株、お、結構安いんだな。買う。500ベルとかもあるからな。はい。これは、
行ける時まで行くしかないんじゃないかこれ。1、10、100、1000万、10万。え、もっといける？ま、待て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  B ボタンのやつあるよね。行けるとこまで行くかこれ。行けるとこまで。これはいけない。1、10、100、1000万、10万。90万いけないか。これ全部買えるやつは直接は言ってくれないのか。3000がまだ買えないか。2500株買ったとして、これが例えば100ベル上がったとしたら、100、例えば200ベルで買い取ってくれるチャンスがもしもどこかにあったとしたら、100ベル得するわけだから250万。いや、25万株儲かるのか。倍儲かるってことだもんね。計算遅くてすいません。もっと儲かる可能性もあるもんね。行くしかねえな。あれ？あ、そっか。持てる量を買わなきゃいけないのか。いいです。うわー、これは売れたね。1000株売れたってとんでもないことだもんね。よしよしよし。行くぞ。株株上がれ。上がるとええね。いける。うわ、とんでもないことなの。食べることもできんだ。10株食べてみようかな。どうなんだこれ。あ、すげえ、パワーになるんだこれ。あ、マイレージが。株をとりあえずやりました。株食べましたっていうマイレージもしかしてあんじゃねえかなと思ってやったとこあんだけど。株主様へご優待マイル。いいねいいね。株食べちゃったみたいなやつはないか。それ食べるもんじゃないよみたいなのはない。はい、全財産を株に変えてしまいました。とんでもないことになっちゃったな。これが全部腐ったらマジで終わっちゃうので、うん、このポスターたちを買うためにも、この株を、絶対に腐らせないようにしたいと思います。めちゃくちゃ圧倒的後悔っていう感じになりそうな気がするよね。なんか、ね、俺、500ベルとか昔あって、それでめちゃくちゃ儲けたことがあるからさ、200ベルぐらいのさ、倍の上がりぐらいじゃ俺多分売らないと思うんだよね。で、人んとこに行ったりとかも、なんか怖くてできないんで、マジでこの村に、まあ、朝晩見て、500ベルをね、500ベルぐらいの、まあ、400だと行きたいな。400ベルぐらいの、4倍得ぐらいの、やつが来なかったらもう全部腐らすことになるので、ちょっと、マジで願いたいと思います。じゃあ今日、最後に、化石の鑑定をして、終わりましょうか。明日はもうね、エイブルシスターズとか、あとキャンプで新しい住人、ようやく新しい住民がね、来る可能性もあるので、はいはいはい、分かってる分かってる、間違えたんやん。間違えたんやん。はい、化石鑑定。さあ、まだまだ化石はね、寄贈できるやつあると思うので、来いよ。はい、来い。おー、中庭か。うん、どれもだったらね、全部が寄贈してないやつだったんですが。さあ、どんだけでしょうか。5個あったはずだよね。1個だけ？マジかー。あとはもう、かぶっちゃったかー。くそ、1個あっただけ、いいか。そろそろ埋まってきてるってことなのかな。あ、マンモスお願いします。おマンモス。そうですか、そうですか。マンモスはですね、巨大な牙と、長い体毛を持った象に似た動物です。似たというかね。あ、ですが似てると言っても、現在の象の直接の祖先ではありません。それと、一口にマンモスと言っても色々な種類がありまして、ナウマン象とかが象の祖先かな。現在の象より小ぶりなものから5メートルを超えるものまで、様々なサイズが存在していました。絶滅した動物の中では割と最近まで生きていた方なので、氷漬けで見つかったこともあるんですよ。はるか昔の生物であることに変わりはないのですが、なんだか身近に感じてしまいますよね。いえ、別に。全然なんか、身近には感じていませんが。ちょっと見てみるか。どれぐらいできたかな。一番初めに立ってね、寄贈した時以来ですから。あ、でも、
あー、なんだあれ。なんかやべえものがある。あれ何？え？たま、子供とかそういうことなのかな？で、まだまだだな。なんか小物系？アンモナイトとか、あの、兜とかさ、そういうやつ。足跡の化石とか、卵の化石とか、そういったやつがあんま埋まってないな。おー！結構できてきてるね。首長の首の部分がまだないのかな、これ。なにこれ？かわいい。ディメロドン。あ、でも結構できてきてるぞ、これ。いや、すげえな。マジの博物館だもんな、これ。あー、惜しいな。T-Rex も、あと尻尾だけだし、だけですね。いや、でももう完成に近づいては来てるのか。こっちってなんだっけ？こっちもなんか化石のコーナーがあんだっけな。お、あ、この不思議な場所。何か考えさせられるなんか場所。マンモスとか、こいつなんだろうな。メガセロプス。ああ、メガロケロス。これ多分なんかモンハンとかでいそうな鹿だよね。もう片方が見つかってないって感じか。はい、ということでご視聴ありがとうございました。まあ、博物館もね、無事ちょっとずつちょっとずつは、完成に、まあ、半分ぐらいは来たかな。まあ、そろそろね、被らず、手に入れることが難しくはなってきてるんですが、今日の、動物の森はこれぐらいにしておきましょう。ご視聴ありがとうございました。レトルトを少しずつ発展させていただき、いって、あー、はい！